ハイサイリューティーの日笠俊です。今日はですね、こちらサンレレ、このサンレレの簡単な弾き方について解説していきたいと思います。行ってみよう。まずはこのサンレレという楽器、これは沖縄の三線、伝統的な楽器がありますね。三線とハワイのウクレレを合体させた楽器なんです、サンレレ。なので沖縄の三線が弾ける方はすぐ弾けちゃうんです。三線と全く同じように、あの音遣いとかもね、全く同じように、この長弦チューニングとかもね、全く同じようにできるようになってるので、三線が弾ける方はすぐに入れます。だけど三線も持ったことないし、初めて楽器を触ろうと思ってサンレレをちょっと買ってみたんだよねっていう方のために、それでもすぐに弾けちゃうっていう動画を今日は作ろうと思います。まずはですね、チューニング、チューニングっていうと長弦ですね。沖縄の三線ではチンダミって言います。チンダミを合わせる。三線と全く一緒でですね、サンレレっていうのは曲ごとに、曲のキーってあるじゃないですか。あのよく皆さんカラオケに行って、ね、キーを上げたりキーを下げたりして歌うと思うんですけども、そのキーによってこの弦楽器ですね、こう上げたり下げたり、キーによって毎回変えないといけないんです。三線もそうなんですけども、まあでも基本ですね、リューティー、我々リューティーは女性ボーカルなので、たけちゃんとかみなみさんが歌うときはキーをねD に合わせています。 ABCD の D、 D に合わせていろんな曲を演奏してます。でなんですけども、今日は自分、あの日賀がねこの動画担当しますので、今日は G に合わせていきたいと思います。まずはこちら一番低い音の弦、これをウージルと言います。三線ではウージルと言います。サンレレでもね、ウージル。そして真ん中の弦、これを中ジルと言います。そして一番高い音の弦、これをミージルと言います。なので低いところからウージル、中ジル、ミージル、こういう風にね名前がついてます。今日はキーを G に合わせますので、 D、G、D という音の並びになります。まずはねこれ合わせていきますよ。このチューナー、音を合わせる機械です。このチューナーでね音を合わせていきます。まずは一番低い音の弦弾いてみてください。これはABCD の D に合わせるんですけども、この低い音はここにつながってます。ここ上げるときはバイクを吹かすみたいにこう上げます。で音を下げるときは前に回す。で今弾いてみると、このチューナーのね、こうチューナーを上げるとどんどん上がっていきますよね。で下げるとどんどん下がっていきますよね。で今 C シャープになっちゃいましたけども、この真ん中の緑のランプに来た時がジャスト音が合ってますよっていう意味なんです。なので ABCD の D に合わせますので、今 C シャープじゃないですか。だからちょっと上げていきます。 D まで上げていきます。ゆっくり上げていきます。今 D の真ん中来た、ここ、これで D 合いましたね。で次真ん中の弦は G、 ABCD、EFG の G に合わせていきます。真ん中の弦はここにつながってます。これを今ちょっと G より低いので上げます。
これでジャストかな、もうちょっと OK ジャスト G、 そして一番高い音の弦ミージルはここにつながってます。ミージルはミージルはほとんど合ってますけど、もうちょっと上げようか、このぐらいですね。ほら真ん中になりましたね。これで今キーが G に合いました。で持ち方なんですけど、まあ皆さんなんていうのかな、まあ学生の頃を思い出してですね、なんか教科書とかをこうやって持ち歩いてたと思うんですけども、こうやってまあ軽くね腕に挟んで持つように、右手にこう挟んで、で左手はこのネック、この部分ネックのねこの辺にまあ添えていただいて、大体持ち方はこうです。で弾き方、弦の弾き方は、まあ、いろんなね弾き方がありますけど、上手な方はいろいろねこういう風に弾きますけど、まあ、今日は初めてね三レレを持った方でも弾けるようにっていうための動画ですので、もう親指にしましょう。親指でねこうやって弾いていきましょう。弾いてみてください。こういう風に弾いていきたいと思いますね。それでですね、この動画ではですね、もう簡単に弾けるようにこういう絵を下に出していきたいと思います。これはもうこう三レレでいうところのこういう風になってると考えてください。で見方なんですけど、まあ、ギターでもこういうね書き方をするんですけども、この三レレでも見方はねこういう風に、まあ、皆さんこの、まあ、携帯とかでね見てる方が多いと思うんですけども、携帯をね、まあ、こうやって足にこうやって置くじゃないですか。でこの指板をね、指板の表をね見ると、要はこういう風になってるんです。こういう風に見ますので、3つ目、一番高い音の弦の0123って書いてるこの3つ目にこのオレンジの丸があるじゃないですか。このオレンジの丸のところを押さえてくださいっていう意味なんです。なのでミージルの3番目、1、2、3、3番目を押さえます。そしてこの表で言うと中汁は0って書いてます。0っていうのはどこも押さえない、ただどこも押さえないで開放弦を鳴らすということです。そしてウージルも0のところにオレンジの丸があるので、ウージルのどこも押さえない0開放弦を鳴らすということです。これを全部鳴らすとミージルの3番目、中汁の0、ウージルの0、なのでこういう音が鳴ります。で基本ですね、三振って単音で弾いていくので、単音弾きの場合はこの下の絵がねどんどん動いていきます。こういう風に、こういう風に動いていきます。もう一つがコードっていうと、ギターでいうところのですね C とか D マイナーとかね、いろいろあるじゃないですか。で書き方をしちゃうと、この楽器の特徴として三振もそうなんですけど、キーによってこの調弦チューニングをね、チンダミを変えていかないといけないので、C とか D とかっていう書き方をしていると、キーを変えた時にね頭がこんがらがってきちゃうんですよ。 C が D で、D マイナーがなんだっけみたいな感じになっちゃうので、簡単に弾けますよっていう動画ではちょっと合わないなと思ったので、こういう表記の仕方をしたいと思います。じゃあこれはまあ自分ギタリストなんですけども、ギターのね現場でもよく使います。この書き方はね、この数字で表してるんですね。 C メジャーのキーが1メジャーって書いてるじゃないですか。
で D マイナーのコードが2マイナーで E マイナーが3マイナーで F メジャーが4メジャーっていう書き方をしています。こういう表記の仕方をしていると、例えばキーが C のキーで曲を演奏していても1のコード、4のコード、5のコードってできるんです。で、このキーをまたすぐ変えて女性のキーに合わせて音を高くした時も1は1のコードのままなので1の形、4の形、5の形って覚えてればすぐキーもチェンジできるし、頭もこんがらがらないと思います。なので今日も本当にこの動画ではこの書き方でちょっと進めていきたいと思います。例えば1のコード、1のコードはこういう風に画面に表示させます。この表記の仕方で言うと、ミージル、一番高い音の弦ミージルが3番目を押さえる、で中ジルが開放弦0、ウージルも0、これが1のコードです。こういう風にこの動画では解説していきます。でここまでまあ説明をしましたので、まあ難しい話はここまでにして、とりあえず実際にね曲を弾いてみないと、もうせっかくこういうサンデレっていうね可愛い楽器があるのに、なんか曲が弾けないと面白くないじゃないですか。だからもうとりあえずもう難しい話は置いといて、簡単な曲を1曲やってみたいと思います。今日の曲はこちら、キラキラ星。この曲なんとコードが3つだけで演奏できるんです。まず1のコード、先ほどもやりましたけどミージルの、ミージル一番高い弦、高い音の弦ミージルの3つ目、3フレット目を押さえます。そして中ジルの0、0フレット目、開放弦で、ウージル一番低い音の弦の0、0なので開放弦を鳴らします。これが1のコード。そして次4のコード、4のコードは一番高い音の弦ミージルの1フレット目、そして中ジル、真ん中の弦中ジルの3フレット目、1、2、3、3フレット目を押さえます。でウージル、ウージルの3つ目、1、2、3、3つ目を押さえます。押さえやすいのはですね、1フレット目、まずミージルの1フレット目は人差し指で、中ジルの3つ目は薬指で、ウージルの3つ目は中指で押さえるのが一番一般的ですね。そして5のコード、5のコード、5のコードはミージル一番高い音の弦ミージルは人差し指で2フレット目を押さえます。そして中ジル、真ん中の弦の1、2、3、4、5、5フレット目を薬指で押さえます。でウージル、一番低い音の弦、一番低い音の弦の1、2、3、4、5、5つ目を中指で押さえます。これが5のコードです。1のコード、4のコード、5のコード、まあ同じ形、同じ指の形でちょっとずらすだけって考えると分かりやすいかもしれないですね。
この3つだけで弾けます。ゆっくりいきますよ。1のコード、キーラーキーラー、次4のコード、ヒーカー、1に戻ります。ルー、もう一回4、おーそー、1、ラーの、次5のコード、欲しい、1に戻ります。よー、もう一回1、まば、4、たき、1、して5、わー、1、みん、次4、なお、1、見て、5のコード、ぬー、1、キーラーキーラー、4のコード、ヒーカー、1、ルー、4のコード、おーそ、1、ラーの、5のコード、ほーしー、1のコード、4で、4、1のコード、5のコード、1のコード、キーラーキーラー、光る、おーそらの、欲しいよ、みんなの歌が届くといいな、
しいよ。できましたか？はい。この動画ではですね、このようにサンレレを皆さんに簡単に弾いていただけるようになるように、そういう風になるように、いろいろ解説していきたいと思いますので、リクエストもね募集しています。この曲弾きたいなとか、この曲ってコードどうなってるのとか、そういうものがあれば、コメント欄にですねどんどん書いていただければ、まあ簡単な曲からね、もう初心者用、初心者向けの、動画なので、簡単な曲から進めていこうと思いますけれども、どんどん曲もね増やしていこうと思います。ではまた。